アトラスセントールはアメリカの使い捨て型機動投入用ロケット。設計と製作はカリフォルニア州サンディエゴのジェネラルダイナミクス参加のコンベアが行った。アトラスミサイルから派生したものでアトラスロケット系統の一つである。1962年から1983年までの間の61回の打ち上げに利用された。また上段にセントールを乗せており、 極低温燃料を利用した最初のロケットであった。セントールはロケット台製の2台の RL-10 エンジンを搭載しており、液体水素は下肢マイナス473度、液体酸素は下肢マイナス320度であった。このロケットは3段型で、アトラスが1段目と2段目に使われ、セントールが上段に使われていた。アトラスの初段は、 高い出力密度のために灯油と液体酸素を燃焼させるものであった。燃料を使い果たすと、1段目とその両脇についたブースターエンジンは分離され、地球に落下した。アトラスの2段目は、アトラスとセントール上段を低軌道に乗せる役割を果たした。低軌道では、加工品のスーパージップシステムが添加され、セントールは2段目から離脱した。離脱後、 特別な衛星実験などで必要に応じてセントールは複数回の燃焼を実行した。当初、SM-65D アトラスの改良型の LV-3C が初段に利用された。これはすぐ後にアトラス SLV-3 から派生した SLV-3C に置き換えられ、さらに後には SLV-3D になった。 太陽系探査機パイオニア10号とパイオニア11号の打ち上げにおいては3段と判断の形状となり個体ロケットのスターマイナス 37E が最上段に利用された打ち上げはケープカナベラル空軍基地の第36射点から打ち上げられた5度目の打ち上げではロケットは発射台の上で爆発発射台は大きく損傷し NASA と空軍に以前放棄されたバックアップ射店である第36バイト射店の完成に向けた建設を続ける必要を認識させた。このような打ち上げ失敗はアトラスセントールやその後の派生型では非常に珍しいことが判明した。派生型にはアトラス G、アトラス I、アトラス II、アトラス II、アトラス V などがあり、アトラス V は現役の最新型である。 ありがとうございます。